い、皆さんこんにちは。今回はですね、もうね忘れてしまっている方も多々いるんではないかということでね、初めましての方は初めましてということで、オリジンガンダムをね、ピクシーミキシング、これは陸戦型ガンダムですけどね、ピクシーとミキシングミキシングして、ピクシーガンダムですね、ガンダムピクシーですかねミクシングして作るというのをね、大気も忘れておりましたねちょっとね、他のキットを作ろうと思ってガサガサ探してましたね、こういうものが出てきました。はいまあ初見の方ね、そしていつも見ていただいている視聴者の皆さんもね、はい、思い出していただければと思います、ちょっとだけ説明しておきましょうか。ピクシー、ガンダムピクシーはプレミアムバンダイさんからね発売されて いたですかね、いるですかね、現在、売ってるかどうかちょっとわかんないですけどね、まあ売っていたやつですね、を購入いたしまして、大義大好きなオリジンガンダムとミキシング改造をね、やってたんですがね、途中でほったらかしになってね忘れ去られておりましたけどね、改造箇所といたしました。まあとりあえず今はオリジンガンダムの頭ね仮でついております。腰のユニット前面、まあ中の骨格もそうなんですけどね、はい、この太ももの外装パーツ、そして、股関節をオリジンガンダムを使っております。はい、後ろの方はねピクシー、ガンダムピクシーのやつをね、オリジナルにくっつけておりますけどね、はい、まあ無理やりくっつけておりますね。こんな感じで、3ミリプラ棒をねランナーですよねつけて、こちらが無改造ね、こんな感じでさせるように、はい、作っております。そして、少し苦労したのかな、はい、よくわかんないですけどね、はい、苦労してないのかな、よくわかんないですけど、まあこの型のアーマーだけがねこうやって外側に展開するようになっております。これがね、先行型ガンダムというね、これもオリジンキットですけどね、それの型を移植して、まあなんとなくね、ピクシーっぽく見えるように作っていこうという企画でやってたんですけどね、フロントアーマーもね、ピクシーの特徴のちょっとここが、ね、削れてる、こうやると少しね、こう外側に向かって削れてる感じのやつね、プラバンと、まあ、オリジンのスカートを駆使してなんか作ってたような気がしますまああとここ塞ぐだけなんですけどね。で、まあなんとなく改造できたなということで自分の中で満足してしまったんでしょうね。まあそのまま置いてたやつをまあ改造を続きして仕上げていこうかなと思うんですけどね。今回はなぜ陸戦型ガンダムを出してるかと言いますと、やはり顔がねピクシーガンダムっぽくないということでね、はい、そしてまあ今のデザインというかね、ピクシーガンダム、ガンダムピクシーですね、ガンダムピクシーが初出が確かゲームソフトだったと思うんですがね、ちょっと記憶あやふやなんで、ご存知の方、詳しい方はねぜひコメントにて、補足説明していただけるとありがたいですで陸戦っぽい感じの顔なんですね。ここのへの字のところがね平らになってたりとか、ここのねやつとかね、まあまあ、そしてまあ陸戦ガンダムとかもね、結局デザインが少しずつ変わってきてたりね、アニメとはね、しますので、まあ今のキット風に、改造しようとすると、この陸戦ガンダムベースに頭を作っていった方がいいんじゃないかということでね、今回、まあ取り付けてみようということでね、分かってもらえるかなこんな感じでね、箱がなぜかへこんでおりましたのでね、はい、箱がもうダメになると作ってしまうというのが、ね、大気のいつものパターンパティーンでございますのでね、はい、ここからね頭いただいて、ここからいただいた頭はねまた別でね、陸戦ガンダム頭なくなったらどうするかというのね、第8オーディビルスーツ招待のビデオを好きな方はねご存知かと思うんですが、まあここから頭ちょっと頂戴してねやっていこうかなという感じでございます。ではまあとりあえずね頭作ってまいります、はい、頭ができました耳というかね、横のとこはまあ外すんでちょっと軽くはめておりますけどね、はまるかどうかちょっとやってみましょうかね、はい、はまらなかったらちょっと削っていかなきゃいけないですね、はい、よっ、はまりましたね、全然大丈夫、ああかっこいいまあ、イメージとしてはこんな感じですよね。オリジンガンダムよりはやはりこちらの頭の方がね、しっくりくるというかね、はあ、いい感じに収まっていると思います。ね、ちょっとね、この耳のところというかね、はあ、
横のところというかね、はい、をいじっていきましょうか。いたしましょう、はい、とりあえずここ外してね、はい、やるんですけども、よっ、外せませんね、はい、よいしょ。まあ、ここね、耳のところをこのオリジンのねガンキャノンの耳ちょっとはめてみようかな、こんな感じでね、はい、ちょっとデザインが入っておりますけどね、まあ、お前気にせずはめてみようかな。そしてはめた後はこのへこんでるところですね、ちょっと一回埋めてみようかなという感じでございます。埋めるのに使うのがもちろん接着剤、はい、流し込みタイプ、速乾ではないタイプですね。そして、タイギはいつも使ってるこの接着剤に、オリジンのランナーをね溶かして作るというね、はい、一般の方はプラパテと呼びますけどね、プラパテよりもかなり硬い、感じで作ってますので、プラガムと呼んでます、はい、それを使ってね、穴埋めしていくんですが、はい、がなんですね、はい、ここをパシッとやってしまうと顔がね塗装の時に大変になりますので、この顔のところをどうにかね、はい、後はめしようかなという感じでございます。はい、後はめするのもそれほどね難しくないとは思うんですがね、はい、ちょっとね遠い昔にやったことがあるだけでね、記憶があやふやなんではっきり喋れませんけどもねやってみましょうか。いいよ、はい、こんな感じね、下から見るとここね、そしてここですね、これをどうにかしてね、こう下からこうはめれるようにすればいいんじゃないかということをね、はい、早速やってみましょうか。はい、はい、まずね、こちら側少しだけ短くしておきましょう、まあ、はめやすくするためにね、はい、5分の3残しぐらいでねやるといいかもしれないですね。まあ、塗装した後はね、接着をしようと思っておりますのでね、まあ、ここの面が残っていればね、全然大丈夫だと思います、はい、そしてね下からこうはめ込むためにはこの今残した分ですね、こう下からはめ込んでここに入れたいんでね、はい、なのでここをカットしていきます。カットしていくときにね注意しないといけないのが、少しだけ角を、ここの角を残しとくということですね、はい、ちょっとね、はい、ちょっと見えませんでしたね、はい、ここにカッターをこう入れて今切っております、はい、ここら辺まあそんなにね精度出さなくていいと思うんで適当な感じでね、はい、やっていきましょう。で、ここから入れるときにもう少し削らないといけないですね。まあちょっと具合見ながらねやった方がいいと思いますのでね、はい、あと羽加工する方ね少しずつ削っていくといいと思います。はい。もうちょっとですかね。うん、改造はね、焦らず少しずつね、やられるといいと思いますので、皆さんも。はい。こんな感じで少しずつ削って、まあ慎重な方はヤスリとかでね削っていただければいいと思いますけどね。よいしょ。こんな感じですね。パチンって言うんですね。で下に引っ張ると取れるという感じでね、はい、いいんじゃないですかね。まあ、ちょっと合わせて実際下からはめれるかですね、塗装してからはめるんで、はい、こんな感じでうまいこといきますね、はい、パチンと言いますのでね、はい、グラグラも、ね、しません、はい、いい感じです、はい、カチカチこう音聞こえますかね。
こんな感じでパチパチっていいとね、いいと思います。でここはまあ別パーツにしてても大丈夫だと思いますのでね、とりあえずじゃあこのまま接着、この部分ね接着していこうと思います。まあ、流し込みですので横からねギュッとこんな感じでいいんじゃないですかね。はい、ギュッとやってね、しばしこれで乾燥させます。はい、ある程度乾きましたのでね、耳のところの処理やっていきましょうかね。はい、まあこんな感じでジャンクパーツというかね、使わなかったパーツを取っておくとね結構便利でございますのでね、はい、アンテナもなんか使うかもしれないんでね、取っていきましょうね。はい、こうやってねジャンクパーツが増えてね、置き場所がどんどんなくなっていくというね、あるあるでございますね。はい、そして、耳の高さな、せっかくこの穴が開いててね、こう位置が決まってます。そしてこの耳の方にもねこういう L 字で、ピンが出てますので、これを利用すると左右ね高さ合うんではないかと思います。そしてこう見た時にね、こちら側のこの長い方だと思うんですが、ちょっともう一回見てみましょうか。はい、指が邪魔でねほぼ見えてないというね、はい、ここに高さを合わせるとまあいいんじゃないですかね。こうしますか、短い方に合わせますか。長い方に合わせた方が良さそうですね。じゃあ長い方は残してここをカットします。こんな感じね。位置決めっていうのは多分改造で一番難しいところになってくると思うんでね、元からあるモールドであったりとかね、軸にしてそこを起点にしてねやると結構簡単にできるんじゃないかなと思います。よいしょ、ここに模様見えますかね。まあ模様入ってますんでね、模様を消すのと、まあ後でモールド入れますのでね、ここはい、はい、こんな感じでいいかな。はい、このまま浮かしてね、こんな感じでやりたいので、ここの周りにプラガムを乗せていきます。ここら辺ね、2倍速で見ていただけるとありがたいですね。プラガムも少なくなっていかに作らないといけないですね。はい、こんな感じでね、手でこねると全然くっつかないというかね、ベタベタしないものなので、ね、前から言ってますけどね。で、ある程度下のね台のところというか、このイヤーカフみたいな、ね、耳当てのところを位置決めしたいので、はい、こんな感じで2つに割ってね、つけていきましょうかね。大体でいいですね、ここら辺はね。よ、はい、ちょっと流してね、耳のところをつけるために取りますよというところで、はい、でこれもね、ここつっかえありますのでね、どっかの角に合わせてこう入れるとね、いい具合にいけると思います。このぐらいでいいでしょうね。はい、こんな感じで、はい、隙間にね抜けて、で少しここら辺整えておきます。はい、
あとね、ここら辺もフラガムで埋めていきます、はい、なんとなくね、耳当てというんですけどねよくわかんないですけどね、まあ、できました。ここら辺ちょっとね、乾いてからまたね、うん、成形いたしますけどね、こんな感じで、うん、できました。あとはね、ここの特徴的なね、こういうなんかダクトみたいなのあるんですけどもね、それもちょっとね、顔もしここら辺にコンピューターがあってダクトであればね、ここではなくここら辺に入ってるような気がするんでね、それはまあちょっとどうするかわかんないですけどもね、はい、それでははめてみましょうか。はい、はい、こんな感じで、まあまあいいんじゃないですかね。はい、さあここの段差ね、ちょっとしっかり今のうちにねやっとくと後の作業が楽になりますのでね、はい、こんな感じでやっていきましょうか。はい、まあカッター1本でね、まあスパチュラとかでもいいんですよ、ね、ね、美術される方とか分かると思うんですけど、スパチュラってやつね、あのそんなんでもいいですけど、まあデザインナイフでねこうやってやると簡単にできるのかなと思いますのでね、はい、今回はね、顔頭部フェイスの後はめさ加工とね、プラガムを使った頭横ですね、頭部サイドね、はい、の造形やってみました。はい、これもね、目の前に置いといて忘れないように少しずつ改造を進めていこうと思ってますのでね、はい、ピクシー大好きな方たちは、はい、忘れずについてきていただければなという感じでございます。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね。もう一つチャンネルやっております、大気食べたい RC ラジコン動画というね、主にラジコンの動画ね、走行動画などをね、アップしておりますので、ぜひそちらも登録して応援していただけると嬉しいです。それではさよなら。